かわいすぎるって書いてある。嬉しいですね。うん、お、かっこいい。あ、ありがとうございます。でもあかり姉ちゃんのめっちゃかわいい。なんかさ、ほんと？正直言ってなんか韓国っぽくて好き。えあちょっと熱いな。ちょっと待って熱い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 。お、キュンとなりました。キュンキュン。何か質問とかあったりしますか？つばきだい。好きなジュース教えて。まあこれですよ、私は。何ですか？アップルジュース。あ、いいですね。でも前になんかリンゴジュースがあったのに、うん、オレンジジュースを あれ飲んでたような。見間違えじゃないかな。見間違いかすごい圧で済まされた私は、うん、オレンジジュースが好きです。お、オレンジジュース。でもコーラめっちゃ好き。あ、そう、確かに飲んでるよね、いつも。あのリナ姉ちゃんも好きで、うん、いつも一緒に飲んでます。えっと大丈夫おっと、バキちゃんはゴーヤジュースだってゴーヤジュースはさすがにって感じゴーヤは好きだけど、そう、好きなんだけど、うん、ジュースにしたら飲んだことないんで、ちょっとあのまずいまずいまずいというかまだ分かんない、ね、そう、どうなんだろうという形でまだ好きとは言いませんルートビアは分かる？ルートビアって ルートビア。そう、飲み物があるの、沖縄。え、そうなの？そう、待って、見せたい。え、初めて聞いたかも、ルートビア。そう、なんかね、うん、正直言うと変な味しちゃうあ、そう、沖縄に A&W っていうなんかポテトとか売ってるやつがあるんだけど、おー、すごい。いや、飲んでみたいな。これは沖縄沖縄にしか売ってない。そう、沖縄にしか多分売ってないんだと思う。わー、なんかさらに増す気持ちがでもルートビアね、なんかすごい味する、うちはもう正直言うと二度と飲みたくないって思ったつばきちゃんは苦手だった。そう、苦手でした。うん、ちなみに皆さんルートビア知ってる方、飲んだことあるよっていう方。やばい、スタッフさんが見せてくれてますへー、なんかいろいろ入ってるんだ。シナモンやカバノキの、そう、これ樹皮、薬のような、なんちゃらのような味と表現されることもあります。あ、これ本当にね、薬みたいな味する。うん、なんかそう、ちょっと変な感じの味がして好きな人は多分癖になるとは思う。そうなんだ。なんかいいね、沖縄県にいろんなものが。そうね。あ、ほらほらほら、お、うちと同じの人いた。待って待ってそう、これこれこれ、ああ待って、ルートビアは薬品みたいな味で苦手。うーん、そうなんだ。同じ。うわ、気になるなでもね、私のお父さんとお母さんが好きでよく飲むんですよ。え、そうなんだ。で、うん、一度飲んでみ、一度飲んでみって毎回言われて一度飲んでみってそう毎回ね、うん、あの飲んでみてって言われて、うん、ちょっと死にかけでねへー、すごい。そうなんですよ。うん、まあ、ルートビアの話は置いといて、置いといて、まあ、別のなんか質問とかあったらね、ぜひお願いしますね。時間もあと半分になってきたので。うわ、早いな、ね、早いね、あっという間。おすすめのリラックス方法教えてだって。もう、なんだろう、リラックス方法。でも私は、うん、寝る一択かも。あ、わかるわかる、それはわかるかもしれないなんだろう、私座って、うん、頭を真っ白にしよう。おお、頭を真っ白に。なんか悩み事とかがあって、うん、なんかちょっと嫌だなって思って、うん、リラックスしたいって思ったら、うん、一旦座って
上を向いてポカーンってなる。あーそう、でもそういう時間もいいね。そうだから一人の時間もたまには必要だとは思うので、うん、リラックスできるかなと思います。イエイお、寝るときはエアコンつける派？タイマーにしてますね私は。あ最初はつけてて。あいいですね。そう起きたら消えてますさすが。私はあのつけてる派です。おお。そうでもお母さんが途中で起きてくれるので、うん、それで消して、うん、ああ笑ったりして忘れてね。うん、他に何かあるかな。2人の MBTI 何だって。え待ってそれ分かんない。あ違う待って、やったやったやった。そうなんか一回なんかメンバーみんなでやったよね。そうやったやった。でその時に、うん、診断されたのは、あ写真撮ってるのね、記念にスクショしたんですよ。すごいすごいすごい。私ね記憶に残ってるんだ。おあったあった。なんかね何回やったんだけど、ええどれどれどれ、何回か MBIT をやったんだけど2つ出てきたのね。おうで必ずどっちかになる。え一1個かぶってる。私 ENFP です。そうこれと、うん、あとエンターテイナーってやつで。おお待ってね、その2つが出てきたのね。はいこれが出てきました。おお出てこない。二択のうちの一個被ってます。はいENFP そう、うんーとね、うーん探検家と外交官、うん、外交官ですね。です MBTI あ、あったあったあった。 ESFP だ。お、じゃあそのどっちかはいかな、どっちかです。 Google Pixel を使ってます二人とも帽子が似合ってる。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。うちあかりねちゃんの帽子めっちゃ好き。好き。ねもう暑い。すごいなんか勝手に青春してる。お、あかりちゃん最近リズスタのキャストみんなと会ってる？会ってないですね。あ、そうや。でもすぐ会いたいです。あ、いいですねあ、夏と冬どっちが好き？冬。あ、え、理由は？私暑いの嫌いなんだよね。そうなの？そう初めて知った。私は、うん、うーん冬。お一緒だそう、なんていうの、夏だとさ最近暑いじゃん、うん、そうだね。なんか蚊とかもいるし嫌だなって思って。あともう一つ理由があって、うん、冬に誕生日だからです。お確かにだから好きです。皆さんは季節何が好きですか？でもね夏のスポーツとかもすごい楽しいですしね。あ確かにね、体動かしたらね結構汗かいて、うん、お風呂入った時めっちゃ気持ちいいもんね。ねえ、わかる。あ、秋が多い。あ、秋。でも確かに秋が好きかも。秋いいね。ファッションとかもね、よくできるもんね。そうだね。他に何か質問は？好きなポーズは何？って聞いてた。あ、本当？好きなポーズは何だろう。これですあーいいですね。リンゴ、さくらんぼ。おおすごい。これこれでいいのかな。さくらんぼとリンゴでーすポーズだ。でもこれ自撮りするときさこれになっちゃうんだよね。あ確かに確かに。やばい、さくらんぼのポーズ考えたい。さくらんぼは食べたくなってきた聞いて、最近さくらんぼ食べれるようになった。え？どういうこと？実はさくらんぼ好きじゃなかった。え、待って、そうなの？
初耳。そうなんですよ、あの実は一回ね、うん、さくらんぼを使ったきっかけが、うん、普通に可愛いなって思ったからなの。そう、うん、でさくらんぼと白いハートをやって、うん、やってたんだけど、そういえばさくらんぼあの食べきれないなって思って。そうだったんだ。そうなんですよ。初耳、うん、この間学校の給食にさくらんぼが出て、うん、で頑張って食べたら食べれるようになってた。おお、そうよかった。ちょっとね美味しく感じた。あ、いいね。克服できるかもしれない。この調子で頑張るぞ。お、飼ってみたい動物を教えて。お、なんだろう。犬。怠け者。いいですね。怠け者飼いたい。怠け者なんか飼育難しそうな。ね、確かに。お世話の仕方って言ったらいいのかな。お、ガルラジ毎日見てるよ。ありがとうございます。ありがとうございます。私たちのファンクラブのガルガルファミリーで公開されてます、ね、はい、ぜひ皆さんラッキーラッキーのガルラジも見たり、ガールズガールサロンのも見たりしていってください、うん、みんなに会いたい。だってわ、ね、会いたい。会いたいです。でも8月のツアーがね、うん、あるので、そうですね、そこで皆さんと会えたらいいなって思います。お、壁紙始まったね。だって、お、そうなんですよ、始まりましたね。6月の壁紙がただいまファンクラブの方で公開されております。イエーイ。そう、テーマが、はい、あの梅雨、傘、レイニーデイ、レイニーデイ、雨の日なあ、そうになってます。レイニーデイでみんな傘持ってるもんね。そう、明日までになってますので、うん、ぜひチェックしてください。はい、チェックしてないよっていう方今すぐゴーチェック。そしてそして、うん、なんとですね、私たち7月19日水曜日に開催される日本工学院のイベントに出演させていただきます。イエーイ。いや、嬉しいですね。楽しみ、ね、皆さんぜひ来ていただけると嬉しいです。はい、会場は、はい、会場は、ゼパネラ東京となっていますので、はい、ぜひ来てね。チェックよろしくお願いします。お願いします。そしてこのね、ゼップ羽田といえば、はい、はい、9人体制初となるライブツアーの開催が決定してます。イエーイ。ね、さっきも話で出してましたね。はい、ラッキーラッキーライブツアー2023ハッピーサマー。サマー、イエーイ。になります。ではまず日にちと会場。はい、じゃあ私言います、うん、8月5日土曜日愛知ゼップ名古屋、はい、で8月6日日曜日大阪ゼップ大阪ベイサイド、8月13日日曜日東京ゼパネダ東京が2回公演。はい、2公演あ、2公演です、間違えた。2公演となっています。はい、いやもうね、このライブツアーに向けてのリハーサルもね、そうですね、始まっていますので、めっちゃ楽しみ。めっちゃ楽しみですよ。皆さんぜひ来てね。来てください。来てくれると嬉しいです。じゃあこのままね、続けてちょっと私の方でも告知をしていこうかなと思います。はい、今夜、文化放送ガールズガールズガールズ美咲とクレアのアリファンに私たち、あ、私、うん、長山椿と杉浦優良が出ます。お、イエーイ。切れないほどたくさん愛がね。そうなんですよ。なので皆さんぜひ、今夜の、25時半となっているので、ちょっと、はい、1時半だね、うん、夜あのリアタイする方はもう本当に夜遅くになっちゃうんですけど、
ラジコでも、ね、そう、ラジコでも聞けると思うので皆さんぜひ聞いてね。はい、私も聞きます。お願いします。そして、7月2日の日曜日に、はい、こちらも文化放送さんで放送されている鷲崎武の暇からぼたもちに、私とあと杉浦ゆうらちゃんと比嘉ゆうあちゃんの3人で出演させていただきます。イエーイ。 A チーム B で、ね、B でした。ごめんなさい。 B チームで、 B チームか。しかも生出演させていただくので、はい、すごいね。はい、とってもお楽しみです。おお、生出演すごい。ぜひお時間があったら聞いてください。聞いてね。私も聞きます。お聞きます。やった。生放送すごいね。いや、緊張する。噛んだらどうしようって私だと思っちゃいそう。聞きます。ありがとうございます。あ、いや、リアタイしますっていう方いらっしゃいますね。あ、生放送は事故らないように気をつけます。気をつけて。急にね、そう、テンションアップルなんて言ったら、ちょっと何言ってんのこの人みたいな。じゃあほどほどに、はい、という形で頑張ってください。はい、あ、頑張ってって応援来てる。お、ありがとうございます。頑張ります。じゃあ、あと待って、計算が、あと6分だね。はい、あと6分までなので、スクショタイムか、うん、質問タイム、どっちか。じゃあもうちょっとコメント読む。うん、じゃあ3分ぐらいになったらスクショ、うん、行きましょう。はい、さあ、質問何があるかな。まあ、ぜひライブ楽しみにしていてほしいです ね、 ね、楽しみにしてほしい。お、なんか出てる。 お気に入りの曲。お気に入りの曲、ラッキーラッキーで。何かあります。なんかいろいろあるけど、うん、ディスコタイム、あ、いいですね。そう、でも、うん、選びきれない。あ、わかる。私ね、うん、2つ言っていいかな。うん、いいよ。ベイビーステップスと、お、あと君好き。おお、イエーイ。かわいいよね、曲。そう、あれめっちゃ好き。うん、じゃあ次の質問、質問、すごい昨日だ。子どもの頃の夢だった職業は。職業はなんだっけな、たくさんあったよ私。バレリーナだったかな。すごい。あ、そうなの。ちょっとあの比嘉ゆうあさんの前で。ゆうあちゃんすごいから、ゆうあ師匠に教えていただいたら、教えてもらったらもしかしたらバレリーナかもしれない、ね、かもしれない。私は結構たくさんあって、うん、ダンスの先生、うん、プリキュア、おで、人魚姫。すごい、かわいい。もうちょっとなんか現実味のない感じで。まあ、いいね、いいね。子供の頃だったんで、これこんな感じの夢でした。おー、そう。でも今の夢はないかな。うん、でも今の夢なんだろう。たくさんね、ファンの皆さんにお会いできたらいいです ね。 ね、確かに。人生のある瞬間をもう一度体験できるとしたらどれを選ぶ。おお、人生のある瞬間をもう一度体験できるとしたら、リズスタの撮影ですね、私は。おお、戻りたいなってすごい思います。すごい。私なんだろう、ファンの方と初めて会った日。おお、素敵。多分初めて会ったのが、うん、居酒屋エグザイルの時だったと思うので、うん、あの時すごい楽しかったんですよ。うわ、いいね。初めてファンの方と会って、うん、でマジカルテレフォンを一緒にした方がいて、うん、あ、そうなんだ。だからそれが嬉しかったので、もう一回会いたいなって感じです、みんなに。よし、じゃあ次行きましょう。あ、じゃあもう
あ、本当だ。じゃあこれでラストにしよう。うん。フォーリなんだこれ。じゃあ次次。今までに行った中で一番良かったレストランは？レストランはでもこの前ラッキーラッキー結成2周年の日に、はいはいはい、メンバー9人で一緒にご飯に行ったんですよ、うん、行きましたね。そうでね、私はオムライス食べたり、はいはいはい、つぶきちゃんの私はあ私もオムライスそうに行ったのがねすごい思い出深いですね。はい、はい、めっちゃ楽しかったです。楽しかった。あとね飲み物ねなんかすごいクリームソーダみたいな感じの頼んで、そうだね、なんかおしゃれでした。さすがゆーら姉ちゃんって感じでした。また行きたい。よし、じゃあ次もスクショタイム行きましょう。ぜひポーズのリクエストください。お願いします。あ、ギャルピースしてほしい。はい、イエイ。映ってるかな。あ、カシャユーの忘れた。次からカシャユー。あ、そうじゃん。うん、たこ焼きだって。たこ焼き、はい、チーズ。カシャできたかな。ライスシー、これかな。はい、チーズ、ガシャ、イエーイ。うさぎ、そう、うん、あ、イエーイ。はい、チーズ、ガシャ、ぴょんぴょん。お、ルピーピース。ルピーピース、あ、これ、うん、すごい。はい、チーズ、ガシャ、オッケー。次次、猫。はい、チーズ、カシャ、イエーイ。あ、シーサー。お、シーサー教えて。これです。こう、はい、チーズ、カシャ、イエーイ。じゃあ次、あかりねちゃん選んでください。はい、天使ハート。はい、はい、チーズ、カシャ、オッケー。次もどうぞ。お、じゃあ二人でハートする。はい、はい、チーズ、カシャ、カシャ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 。次もどうぞ。じゃあもう最後かな。あ、はい、え、じゃあ最後は L で。 L、 はい、チーズ、カシャ、 OK、 イエーイ。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。あっという間にお時間が来てしまったので、ね、早い。はい、ではということで